んのか。おお、何やってんだターボ。羽村の頭。離せよ俺。ターボーがチンピラ相手に喧嘩売るわけねえもんな。となるとお前ら誰に手出したか分かってんのか。いや、こいつはうちの親父にとっちゃ息子同然なんだよ。俺の言ってること分かるか。いや、よしてくださいよ、そういうのいいんで。よかはねえ。こういうのはよ、松金組のメンツの問題なんでな。すいませんでした。ケンゴ、お前まだターボに会ったことなかったな。顔を覚えとけ。探偵の矢上さんだ。はい、よろしくお願いします。こいつは昔親父が学費の面倒を見て弁護士にしたんだがよ、腕が良すぎてマジモンの殺人鬼まで無罪にしちまったんだ。マジっすか、すごいっすね。優秀だろ。まったくこんなとこにいちゃもったいねえ。ええところがな、その殺人鬼はシャバに出てきた途端、今度は自分の恋人ぶっ殺しちまったんだよ。マジっすか。結局それで死刑よ。そういやあいつもう吊るされたか。執行はまだです。早く済ませりゃお前もすっきりするのにな。まあこれ例の探偵から取り立てた金です。もううちの取り分は引いてあるんで、あとどうぞ。おう、板についてきたじゃねえか、取り立てや。おかげさまで。ふん、カイトのやつは元気か。ええ。なら一つ聞いといてくれや。うちを破門にされたもんがいつまでこの町にいるんだってよ。お前も親父のお気に入りでいるうちは多めに見ててやる。松金のおやすさん、お元気ですか。素人が余計な首突っ込むんじゃねえよ。おい、行くぞ。東条会の松金組若頭、羽村恭平。お前はよく知ってるな。今日もさっき会ったよ。羽村の頭が依頼人？ああ、逮捕された。殺人と死体遺棄でな。マジで？マジだよ。で、松金組からうちに弁護の依頼が来ちまったんだ。よう、今夜はよく会うな、ターボ。笑ってもいいんだぜ。羽村さん、源田法律事務所の新谷です。組の方からご依頼を受けまして。おう、頼りにしてるぜ、新谷先生。まあ俺らも仲良くやりましょうや。うちの親父と源田先生みてえに。ああ、そうですね。では早速ですが、いろいろ聞かせてください。話の裏取りや調査はこちらの矢上が進めます。そりゃ頼もしいな。よろしくどうぞ。逮捕の理由は殺人ということでしたが、
そのお心当たりはあるんでしょうか。はあ、お心当たり？実際に頭がやったのかってことです。どうなんです？やってようがなかろうがよ、お前らの仕事は俺をここから出すことだ。違うか？違いますね。俺はもしあんたがやったって証拠を見つけたら手を引くのか？いや、それを検察に渡してあんたをムショに送らせます。ふざけんな！てめえは殺人鬼だって無罪にしたんだろうが！おい、八神。3年前、少なくとも大久保新平は無実の可能性が高かった。だから俺も信じることができた。でもその後大久保は恋人を刺して火までつけたじゃないか。ターボ、あん時お前は無罪取るって手柄に目がくらんだんだよ。だから人殺しかもしれねえっていう男を野放しにしただろ。正直に言えよ。疑わしきは罰せずですよ。なら焼き殺された娘の親にそう言ってみろ。それができねえから逃げたんだろ、弁護士って仕事からよ。事件の話に戻したいんですが、構いませんか？ああ、いいぜ。お前もいいな。分かったよ。続けてくれ。失礼しました。では、まず被害者は協力会組員で、名前は久米敏郎、年齢は34。12月4日の早朝6時、ゴミ捨て場に死体があると110番通報がありました。事件前に頭は被害者と揉めてたそうですね。ああ、警察は何か言ってませんでしたか？他にも頭を逮捕するだけの証拠があるとか。そんなもん俺にわかるわけねえだろう。なあ、新谷先生。ええ、ただ警察にどんな証拠があるか今の時点では弁護士にも開示されません。起訴前は羽村さんの話だけが我々の頼りでして。そうかよ。それじゃ八神、お前から羽村さんに聞いておきたいことは？被害者の久米とはどこで揉めてたんです？すっぽん通りにアムールってクラブがある。その店先だ。俺は組の若いもんを連れてた。その時に強霊会と睨み合いになってよ。そいつが組って野郎だった。喧嘩吹っかけたのは頭の方から？ああ、関西の下っ端にでかい顔されたんじゃメンツが立たねえ。それに俺もまあまあ酒が入ってた。それは何時頃です？9時過ぎだ。久米と睨み合いになった後はそれで終わりですか？いや、野郎が逃げようとしたのを捕まえてよ、アムールの中に引きずり込んだ。は？いや、口論って聞いてましたけど。じゃあ羽村さんは大勢で被害者を拉致した？ああ、アムールはうちの組でケツ持ちやってる店だ。で、中にいた客は全部返してよ、しばらく久米に焼き入れてた。ただ殺しちゃいねえ。その後やつは裏口から叩き出してやった。俺もそのまま店を出た。12時よりは少し前だ。なるほど。すると被害者はあんたらに無理やり拉致され、朝には目をえぐられてた。俺が警察でも頭を逮捕しますね。被害者の身元は確か久米敏郎、34歳、強霊会の下っ端だ。久米はカムロ町に一人でいたんですか？抗争中の関西ヤクザが敵地で一人きりってことは？ああ、もう一人連れがいた。
野郎の兄貴分だろうが名前は知らねえ。教令会の人間は合わせて2人か。こっちは俺を入れて松金組が5人いた。久米の兄貴分はアムールに連れ込まなかったんですか。その前に逃げられた。やつも死に物狂いだったからよ。頭のアリバイはどうなんです。まず被害者の死亡推定時刻は深夜2時から3時の間らしいな。その頃どこにいたって取り調べでしつこく聞かれた。実際どこにいたんです。サウナだ。神室町のサウナ御殿。朝までずっとな。ただしそれを裏付ける証拠証言はなしですよね。あれば今頃逮捕されてない。そういうことだ。ふざけた話だがよ。警察でこの事件担当してるのはなんて刑事です。神室署組対の黒岩だ。新谷先生なら知ってんじゃねえか。ええ、敏腕というより剛腕って評判の刑事です。前にあった教令会の殺しも担当してたはずで。ヤクザをヘとも思ってね。筋肉はねデカだ。今聞けることは大体聞けた。わかった。よし。12月3日夜9時過ぎ、神室町のクラブアムール前。松金組若頭羽村恭平と教令会の久米村瀬の間で口論が発生。羽村は古文を使ってアムールに久米を拉致。その際村瀬は久米を残して逃走している。羽村はアムールで1時間にわたって久米を監禁、手下たちに暴行を加えさせた。夜10時、羽村は自分と久米を残して全員を店から帰した。ここまではアムール店長の証言と防犯カメラの映像とで裏が取れている。このあと検察が言うには、羽村は二人きりになった後久米にさらなる暴行を加え続けた。そして午前2時から3時ごろ、ついに久米の眼球に鋭利な刃物を突き刺して殺害。遺体から眼球を抜き取った上、死体はアムール近くのゴミ捨て場に遺棄した。警察の取り調べに対し羽村は、午前0時に久米とアムールを出た後サウナにいたとアリバイを主張。しかしそれを裏付ける証言や証拠はなく、検察は信憑性に欠けるとしている。久米の死体発見は4日午前6時過ぎ。羽村は事件から1週間後に逮捕された。俺の無罪は目処がついたかよ、タボ。聞く相手が違いますよ。弁護人は俺じゃなくて新谷先生です。羽村さん、見てほしいものがあります。12月3日夜11時55分、教令会の村瀬が久米を救出しにアムールに来ていました。防犯カメラに気づいた彼らはこの後裏口からアムールへ踏み込んだんです。それで村瀬はその時店内には誰もいなかったと。ああ、その時俺はサウナに行ってた頃だ。久米はどうしてたんです。裏口から叩き出したって言ったろ。じゃあその前は。ああ、10時過ぎ頭はわざわざみんなを店から出して久米と二人きりになったそうですね。証言は取れてます。なんでそんなこと。いや、あの久米って野郎なんか昔のダチ公に似ててよ、それで懐かしくなったんじゃねえか。俺も酔っててよく覚えてねえ。本当ですか。
それにしたって人払いまでしますかね。だから覚えてねえっつってんだろうが。でもその割に店を出た時間だのはよく覚えてた。何が言いてんだお前。頭にもしアリバイがあって久米をやってなかったとしても、実際あんたは妙な立ち回りしてますよ。だと？何か俺らに隠し事があるんじゃないですか。何もねえよ。例えば真犯人をかばってるとか。何もねえっつったぞ。てめえはいいから俺のアリバイ証明してこい。俺はあの晩ずっとサウナにいた。その証拠がありゃこんなとこおさらばなんだよ。アリバイが証明できない場合に備えて他の解決法も探っとく必要があります。けどあんたに隠し事されたらそれもできなくなる。抗争相手を監禁した挙句目をえぐって捨てた。その疑いが晴れない限り死刑だってなくはない。なのに随分余裕だな。ヤクザってのはそんなに肝が据わってるもんなのか。俺がもし命乞いするにしてもその相手はお前じゃねえってことだ。じゃあ誰になら命乞いするんです。さあな。あんたが隠してる何か俺も興味が湧いてきましたよ。あ、おい、ヤガミ。必要なことは全て写っていました。これは事件当夜、酩酊状態にあった被告人が通行人に暴行する様子です。この直後、暴行された通行人は被告人がサウナへ入っていく姿を目撃しています。以降、始発まで店を出たサウナ客はおらず、つまり被告人は朝まで同店内に留まっていました。このことから弁護側は被告人のアリバイが成立したと考え、無罪を主張いたします。ところで検事にお伺いします。検察は起訴前にこの映像をご存じなかったんでしょうか。警察でサウナ周辺の防犯映像を調べたところ、被告人の姿を確認できるものはなかったと、そのように聞いていました。では検事ご自身でサウナ周辺を確認しにも行かれなかった。ええ、私は確認していません。何にせよ実際今弁護側が提示された映像はあまりに不鮮明です。被告人の姿を確認できたとの弁護側主張には同意できません。わかりました。では続いて弁護側証人を尋問いたします。先ほどの映像の中で暴行を受けていた人物、あれはあなただということでしたね。間違いありませんか。はい、そうです。ではそのあなたを暴行した人物ですが、この法廷にいますね。証人、どうしました。僕の勘違いでした。殴られているのは間違いなく僕です。でも殴っているのか誰かは分かりません。裁判長、すいません。
一時休廷をお願いします。防犯映像の中で僕を殴っているのは今この法廷にいる松金組の羽村さんです。思い出しました。間違いありません。では先ほどの発言は撤回されますね。はい、すみませんでした。裁判長、この証人の発言には全く信憑性がありません。弁護人いかがですか。証人に動揺があったことは認めます。ですが初めての法廷に対する緊張は誰にとっても十分理解できるはずです。今弁護側は証人の信憑性に疑いを持っておりません。スターダストというカムロ町のお店、つまりホストクラブですね。証人はこちらに何年お勤めでしょうか。大体2年です。そのわずか2年の間にあなたは女性客との間にいくつかトラブルを抱えていますね。何？何の話？あなたは複数名の女性客に結婚をちらつかせてはいませんでしたか？それも多額の金品を貢がせた時にはすぐにでも結婚できるような素振りを見せる、調子のいいことを言って女性を喜ばせるが、具体的な話になるとさっきのように前言を翻す。そんなあなたへの訴え相談が把握しているだけで消費者センターに5件寄せられていました。そうやって巧みに人の心を誘導する証人の言葉に信憑性があるでしょうか。証人の裏付けだけであの映像の人物を被告人とするには不十分ではないでしょうか。であるならばやはり被告人のアリバイは成立しません。以上です。弁護人から何かありますか。言葉の信憑性という点について一つ検事にお聞きしたいことがあります。はい。その前に先ほどの防犯映像を犯行時刻より数日後まで早送りしましょう。くしくもその日は検察が本件の起訴を決定した日でした。今映ってるのはあなたですね、検事。ええ。そして行っていたのは防犯映像に映っていた被告人と証人の行動の再現でしょう。違いますか。え、いや。だとするとおかしいですね。検事は先ほどサウナ周辺の防犯カメラ映像は一切確認していないとおっしゃった。でも映像を確認せずに証人の行動の再現など不可能だったはずです。またご自身でもその周辺の確認には行っていないとおっしゃった。でも実際に行かれておられます。なぜそんな嘘をついたんですか。嘘なんかじゃ。事件当夜のこの映像は見ての通り必ずしも鮮明とは言えません。だからもしも検事がここに映る人物を被告人ではないと明確に否定したのなら話はわかります。でもあなたは否定するでもなくわざわざ映像を確認していないと言った。おそらくあなたは映像に映る人物が本当に被告人だったかもしれないと思ってしまったのでは。少なくともその可能性を否定しきることができなかった。だから嘘をついた。違います。あなたのその言葉に信憑性はあるでしょうか。あなたは先ほど堂々と嘘をついたんです。そして残念なことに今この法廷で被告人の有罪を主張しているのはそんなあなたの言葉だけなんです。
被害者の久米が殺害された時刻、羽村は朝までサウナ御殿に入ってた。防犯カメラに映っていた映像と羽村本人の証言、聖夜の証言は矛盾なく並び立ち、アリバイが成立した以上、羽村は久米殺害犯ではありえない。主文、被告人羽村恭平は無罪。これから判決の理由を述べますので、被告人は座ってください。判決は正しい。羽村は確かに久米殺害の実行犯じゃない。ただし、その協力者ではあったはずだ。俺は闇に消えた真犯人をモグラと名付けた。土の中で目の見えないモグラは被害者たちの目玉をその鋭い爪で奪う。そして今もカムロ町のどこかで息を潜めている。弁護士であれば被告人の無罪が証明されたこの時点で仕事は完了する。でも俺は弁護士に復帰したわけじゃない。事件が白黒つくまで追いかけるかは全部こっちの勝手だ。狭い町で商売するからには弱小探偵事務所にも面つってもんがある。つまり羽村やモグラにコケにされたまま終わる気はないってこと。どうぞ。羽村の。お前も金ねえなりにこういう店で遊ぶんだな。なんであんたが。どういうことですか。お前こそなんでこの店なんだ。え。なんてな。凶霊会の事件を嗅ぎ回ってるって。もうお前の出る幕じゃねえだろ。どういうつもりだ。そんなもん俺の勝手ですよ。終わった事件蒸し返すんじゃねえ。せっかく新谷先生が無罪取ってくれたんだからよ。タフな探偵気取んならもっと鍛えねえとな。俺さっきも襲われたんですよね。目出し帽の4人組に。え、なんだそりゃ。あれはあんたの差し金ですから。今そこに控えてんのも4人だ。言ってる意味が分かんねえな。だろ、ケンゴ。へい。ヨタこいてんじゃねえぞ、俺。カナエちゃんなら、さっきこの店辞めて国に帰ってったぞ。今回はイエローカードで済ませといてやる。お前は親父のお気に入りだからな。八神だ。おやさんか。おう、どうした？なんか調子悪いのか？
親父さんとこの頭と厄介事があってね、間に入ってもらえると助かるんだけど。いや、まあとにかく組の事務所にいるからよ、お前が来るまで待ってるわ。分かった。情けねえ野郎だ。親父に泣きつくとはな。ふざけた真似しやがる。俺はただ頭とこじれた件おやすさんに報告した方がいいと思ったんです。いらねえよ。お前がおとなしくしてりゃいいだけの話だ。それとも俺の言葉が足んなかったか。いえ、今のでやっと分かりました。じゃあこれで手打ちですね。まだ話は終わってねえぞ。どうせ口で言っても聞かねえんだろ、ターボ。ガキの頃からそうだったもんな。お前は周りにいくら笑われようがよ、夜間通い上げてとうとう司法試験まで通っちまった。どうせ今も腹ん中じゃ手引かねえ気なんだろ。元弁護士だろうが所詮はゴロつき上がりだ。やっぱ無知でしつけねえとな。尾崎。なんてな。てめえ何やってんだ。おら一遍死ぬか。もう構わねえ、ぶっ殺せ。ふざけやがって。お前ら順番守れよ。次は俺の番だろ。しっかり狙え、剣豪。心臓だ。はい。撃つなら自分で撃てよ。いや、やっぱり目撃つか。
両目を撃ち抜け。男になれや、ケンゴ。お前、逃げるよ。ついてきて。何やってんだ、捕まえろ。あっちだ。逃げろ。お前ら、ターボを捕まえるまで帰ってくんじゃねえぞ。町中しらみつぶしにしろ。仮面のガキ決まってんだろ、あいつもでバカ野郎。ヤクザの金庫が強盗に襲われる、そんなまさかがあるなんて普通は考えない。その日事務所の当番だった海藤さんもそうだ。取られた組の金は1億。さすがの海藤さんもいきなり銃を突きつけられちゃどうしようもなかった。何やってんだ。責任者にけじめつけさせてるとこです、親父。指で済む話じゃねえだろ。それで俺の金が戻んのか。いえ、ですがけじめですんで、やらねえことには示しがつきません。じゃあその指一本で1億ですか。ダボ、なんでお前が。俺と一緒だったんでな。何やってんだよお前。1億の小指だろ、落とす前によーく見とこうと思って。うるせえ。笑えるだろターボ。でも頭、取られたのは1億ですよ。それが指一本で済むんですか。こいつはとりあえずのけじめだ。とりあえず。じゃあまだ他にも何か。当然よ、海藤は。今日限り破門だ。そんな、海藤の兄貴が。お親父、俺は泣き入れて済む額じゃねえ。親父もお分かりですよね、こうするほかねえって。この件はもう本家の耳にも入ってますんで。本家に？ずいぶん手回しがいいな。ありがとうございます。じゃあ海藤さんは本当に。仕方ねえ、波紋だ。今この時、この瞬間から。そうだ。なら指詰めんのはなしだ、海藤さん。あ？何勝手なこと言ってんだてめえ。指詰めんのは極道のけじめのつけ方でしょ。でももう海藤さん仇ですから。部外者は引っ込んでろ。組長が海藤さんを仇だとそう言ってんですよ、頭。タボ、いらねえことすんな。海藤さん、こいつは男のけじめだ。俺はもうとっくに腹くくってんだよ。よせ海藤。もうてめえは子分でもなんでもねえ。俺は仇の小指なんざ受け取る気はねえぞ。
誰だ、出てこい。羽村の頭か、頭ですか。俺です、東です。東、なんでてめえがここにいる。一人か。そこのホームレス赤鼻といって、そいつが事務所の1億を恨むなら、あのバカを恨めよう。え？なんだ。頭、そいつはまずいんじゃ。お前、なんで奴が犯人だと分かった。それは俺は全てありのまま話した。事務所が襲われた時、俺もその場に居合わせてたこと、綾部から札の情報を買って赤鼻にたどり着いたこと、言葉が途切れたらそこで撃たれるって、そう思って必死に喋りまくった。なるほど。で、海藤の汚名を晴らしてやる気だったか。あの野郎もいい射程持ったな。殺さないで、お願いします、勘弁してください。頭、本当にやるんで。そうだな、死にたくなきゃ俺に忠誠を誓え。そいつを形見にしてみせろ。でも、どうすれば。こうすんだよ。お前がここに来なけりゃこいつは死なずに済んだ。それどころか1000万手にしてたんだよ。かわいそうにな。お前がこいつを殺したんだ。お前、女みてえな声出すんだな。興奮するじゃねえか。これでお前も本物のヤクザになったな。なあ東よ、お前なんで仕事手抜いてんのかな。いえ、自分はそんな。ならなんでまだターボーがうろちょろしてんだよ。てめえがなってねえから舐められてんだろうが。次だ次。カイトさん、駒が揃いました。よし来い来いよ。
勝負。よーし、来た来た。ミゾロの勝。やっと波が戻ってきやがった。やりましたね、カシラ。どんどん行くぞ、ほら。おい、お前らどこ立ってんだ。邪魔だ、どけ。久しぶりですね、カシラ。見つけるのに苦労しましたよ。くそ、行け。行くぞ、ターボ。終わりですか。もっと暴れてくれてもいいんですよ。てめえら。首の金庫から盗まれた1億な。ありゃあんたの差し金だったんだろ。まんまとはめてくれたな。ま、今となっちゃそりゃ二の次だ。モグラはあんたがお抱えの殺し屋だってな。全部で何人殺させた？凶霊界のヤクザたちと新谷、他にもまだいそうだな。新谷は殺される前、モグラの殺しを抗争絡みじゃないと言ってた。つまりそう言えるだけの情報を持ってた。だから口を塞いだんだよな。モグラに綾部の銃使わせて。知らねえよ。新谷が掴んでたのはカムロ町の殺しと創薬センターをつなぐ何かだ。アドデック内の利権も絡んでる話なんだろ。知らねえって言ってんだろうが。話せ、カイトをぶっ殺すぞ。おとなしくターボーの話聞けや、ハムラ。創薬センターの軌道、あんたら動かしている黒幕は軌道だな。違うのか。
なんで返事しねえんだ。話す気がねえなら息の根止めてやろうか。カイトさん、軌道じゃないのか。新谷は創薬センターに電話をした時、木戸じゃなくて翔野を呼び出そうとしてた。確かに新谷という弁護士からうちに電話があったようだ。彼が電話をした相手は翔野だ。橋木も殺される直前まで翔野から情報を聞き出そうとしてた。黒幕は翔野か。そうなんだな。おい、火が出てるぞ。貴様、誰か火つけたな。頭、カイトさん、手下たちがどっかに連れてった。こりゃよく助かったな俺ら。もう諦めろよ。捕まえた。お前、羽村の手下だな。あいつはどこにいる。てめえはもう終わりだ、八神。なんだと。あれ、この間とは形勢逆転だな、カイト。羽村、東、おやっさん、手引くチャンスは何度もくれてやった。それを突っぱねてここまで来たんだ。覚悟はできてんだよな。お前らはやりすぎた、羽村。これでやっとすっきりするわ。ちょっと待ってくれ。もう面倒なのやめましょうよ親父。こっちだってできるだけあんたの顔は立ててきたんだ。頼む。あんたはこいつらの親代わりかもしれねえが、その前に松金組の親分でしょ。もう他に道はねえってことぐらい。いい加減にしろこの野郎。親父に銃なんか向けんじゃねえ。よせカイト。誰に向かって口聞いてんだ。うわあ、カイト、カイトさん。
八神さん。カイトさん。ダメだよ、今は僕についてきて。くそ、待てくれ、止まれ。羽村、まだこんなとこにいたんだな。逃げそびれたか、この野郎。海藤さん話せ。へえ、てめえが指図できる立場か。海藤さん。おい、呼んでるぞ。てめえ、さあ前見ろ。今度こそ蹴りつけられそうだな。少しだけ待っててくれ。少しだけだぞ。やってやるよ。てめえは名乗り殺しだ。本気か。
八神さん、終わった。杉浦、そっちも無事だったか。手伝ってくれ。海藤さん、怪我どんな感じ？一発食らっただけだ。一人で歩ける。そんなに血出して何カッコつけてんの。まったく。よう、俺も手を貸すぞ。東、おやさん、外にバンが止めてあるから。早く医者んとこへ。俺はまだ用が残ってる。おう。もう俺も腹くくったよ。どうせお前らは殺したって止まりゃしねえんだろう。気づくのが遅いよ、おやさん。よう、まだ口は聞けんだろ。これ以上あんたに時間かけたくない。ちゃんと協力してくれ。ご自慢のモグラは近くにいないのか。肝心な時にいないんじゃ役に立たねえな。親父、俺がここで死ねばまずいことになりますよ。ここにいる全員が生き残れなくなる。今ならまだ間に合います。この野郎をぶっ殺してください。つまり俺がそうしねえと、お前も一緒にモグラに殺されんのか。この世界には裏切っていい相手とそうじゃねえ相手がいます。俺のことは裏切っていい相手か。親父、モグラを裏切って死ぬか、モグラをかばって死ぬか、どっちがいい？モグラは俺らで捕まえる。どこに行けば奴に会える？奴は一体何者なんだ？黙ってないで答えろ！なら殺せや。何？なめんじゃねえ。俺はそんな簡単な男じゃねえぞ、こら！さっさと弾けや！そうかよ。大したもんだ。確かにあんたを少し舐めてたかもな。結構時間稼ぎされちまったな。そろそろ場所を変えた方がいい。まだ松金組の追手が襲ってくんだろうな。組長としちゃお恥ずかしい限りだがよ。じゃああんたが口割りやすい場所に行こう。ああ、いい店があるんだけどさ。キャバレー本丸園ってわかる？ふん、凶霊界のアジトだよ。何？あんたとモグラで殺し回った連中が待ってる。そこでも口割らなきゃ大したもんだ。褒めてやるよ。こりゃ面白くなってきたな。おう、行くぞ。よう来たな、羽村。ずーっと会いたかったで。松金組の組長さんでっか。俺は初めまして。せやけどあんた登場会の組長さん言うたら、まあちょい貫禄見せなあかんのとちゃいます？ああ、そう言われちゃ返す言葉もねえよ。塩屋さん、羽村にモグラの正体を吐かせたい。その間だけかくまってもらえるか？どないしょう。俺は今も
梶平会長から頼まれた仕事してるんだ。あんたらも手伝った方がいいんじゃない？厚かましいの、八神。俺はお前にはこの間やられた借りがあるんやで。せやったらそいつを先に返させてもらおうか。あん時は先にあんたらが真冬をさらおうとしたんじゃなかったか。ってことで俺はあんたに貸しも借りもないよ。しゃあないな。ほなその代わり一つ条件がある。条件？そっちの話が済んだら羽村は俺らによこせや。いいよ、喜んで。さすがにここじゃ借りてきた猫だな。あんたのそんな顔初めて見たよ。うるせえ。触んじゃねえ。尋問はここでやれや。なんやったら拷問道具も持ってこさせるで。必要になったら言うよ。あんたの知ってることは全部吐き出してもらう。協力してくれるよな。初めから行こうか。まずあんたらを動かしてたのはアドデックナインの正野だ。いつからだった？あんたらが奴の駒になったのは。言っとくけど俺ももう大体の察しはついてんだよ。なんなら当ててみよっか。あんたがモグラを使った最初の殺しはズバリ創薬センター患者殺害事件。3年前、俺が大久保を弁護したあの事件だ。はあ？入院中の枠って患者を殺すために正野はわざわざ殺し屋を雇わないか。なんやそれ。いや、つまりあんたがモグラを使った最初の殺しは神室町看護師殺害放火事件。被害者は大久保新平の元恋人だった寺沢恵美。3年前の事件だ。はあ？それを大久保の犯行に見せかけたな。知らねえよそんなもん。俺らじゃねえ。3年前の事件ってわけわかんねえぞ。そっか、そうだよね。どっちや。いや、つまりあんたがモグラを使った最初の殺しは神室町弁護士殺人事件。新谷を殺して俺の事務所に死体を捨てたあの事件だ。おい、ちょ待て。お前その前からずっとモグラ言うとったやろ。なんや、おかしないかな。分かってるよ。素人は口出さない。これも作戦だって。嘘くさ。つまりあんたがモグラを使った最初の殺しは強霊会組員連続殺人事件。強霊会が目をえぐられ出した時、神室町のあちこちでね。まあそうかもな。おい八神、なんかちゃう感じやぞ。あいつやらい余裕かましとるやんけ。と見せかけてだな。なんやそれ。あんたがモグラを使った最初の殺しは創薬センター副所長殺害事件。今から半年前、橋木が殴り殺された事件だ。橋木は梶平会長の手先で創薬センターを潰すためにアドデックナインのアラを嗅ぎ回ってた。そしてアドデックナインの開発者である正野には絶対に知られたくない秘密があった。だから正野は橋木を野放しにはできなかった。あの事件は当時神室町じゃよくある喧嘩として処理された。モグラは橋木にとどめを刺さず
でもその時点でしっかり致命傷を与えた。だから大して騒がれもせず、ろくな証拠も残してない。全部計算の上なら相当手際がいい。それが少女に依頼されたモグラの最初の殺しだ。当たりのようやな、八神。なかなかええ仕事しとるやないか。あいつは俺の金で勉強させてやったんだ。司法試験もそれで。おお、そうなんか。そらええ投資しましたな。ちょっとそこやりづらいんだけど。おう。タボ、次は羽村に何を聞くんだ。モグラについて。その正体知ってんのは羽村だけだからね。ええぞ八神、その調子でどんどん行ってるや。こっちも拷問やったらいつでも行けるで。モグラは今どこにいる。さあな。だが今頃俺を探してるはずだ。皆殺しにされるぞお前ら。モグラもここに来るってさ。上等やないか。なぶり殺しにしたるで。笑わせんな。田舎ヤクザの手に負える相手じゃねえ。モグラは何者なんだ。ただの殺し屋。そもそもあんたはどこで奴を見つけた。拷問道具は。あいよ。待て、わかった。ちょっと待て。遠慮すんなや。もっとええのもあるで。モグラは何者なんだ。モグラは、あいつも初めはカムロ町を食い物にする情報屋でしかなかった。情報屋。ああ、俺はもともと奴の師匠をよく使ってたんだ。だがそいつは札にパクられて、その後釜に収まったのがモグラだった。正直言って師匠より断然仕事ができてな。流してくる情報は確かだし、チャカだの偽造書類だの他のどんなやべえもんも大抵は調達してくる。それで俺らはお互いに利用し合ってこの町でのし上がってきた。付き合いはもう20年近くになる。ん？話続けないと。俺が松金組の若頭になると、モグラに回す仕事も増えていった。あいつは死体の後始末なんて仕事も危なげなくやってのけてた。筋もんでもねえのに度胸も根性も座ってる。そのうち奴は、仕事があるなら殺しも受けると言い出した。そん時はついに来たと思ったよ。殺しについちゃさすがに俺もためらったな。だがヤバい仕事ほど稼げるもんだ。俺は奴の窓口になって闇ルートに宣伝を打ってやった。冷やし中華始めましたって感じでな。何が冷やし中華だ、バカ野郎が。俺のやり方が気に入らねえですか。小せえしのぎで生き残れるほどカモロ町は甘え町じゃねえ。組の看板守るには金がいるんです。カイトをみてえにカッコつけてるだけじゃ今頃組は潰れてた。それにもし上がりがでかくなりゃ東上界で直系昇格も夢じゃねえ。親父も
ずっとそいつを望んでたでしょうが。そいつはもう昔の話だ。へえ、そうですかい。でも俺はずっとそのために体張って生きてきたんですよ。あんたにそう叩き込まれてきたんでしょうが。話が脱線してきたな。もう一度、あんたがモグラの窓口になったとこからだ。その後は何があった？すぐに最初の仕事が入ってきた。創薬センターの副所長を消してほしいってよ。その依頼は正野から？まあな。ただし直接接触してきたのは正野とは別の仲介人だった。そいつは石松って名乗ってた。愛想笑いがずっと顔に張り付いているような小男でな。その時はお互い一度きりの仕事だと深くは立ち入らなかった。俺らはなぜ殺すのかの理由も知らされず、ただ1000万で橋木の殺しを受けた。なるべく世間の目を引かないように殺せと。まあな。その仕事で石松は俺らを気に入ったらしい。何ヶ月かして奴はまた次の仕事を持ってきた。次の仕事？ああ、アドデック9の実験台にする人間の調達とその始末だ。凶霊界のヤクザをさらえだと？殺すんじゃなくか？その通りです。報酬は一人につき1億。冗談だろ。この間の殺しが1000万、それがなんでさらうだけで1億なんだ？それなんですが、実はこの先何人さらう必要があるのかまだ我々にもわからないんですよ。一人で済むのか、それとも10人でも足りないのか。10人？つまりこれは長期的なパートナー契約になります。お互いに腹を割った上で固く口を閉じる必要がある。1億という額にはその含みがあるというわけで。凶霊界をさらってそいつらをどうする気だ？彼らはおそらく死ぬことになります。ついでと言ってはなんですが、その死体の始末もこの1億でお願いできますか？それとも別料金に？もったいぶった言い方してんじゃねえぞ！何者だてめえは。ヤクザ一人殺すだけで1億だと？あなた方は殺さなくていいんですよ。さらってきてほしいと言ってるんです。あとは死体の始末だけです。話が見えねえつってんだ。ヤクザ舐めてんのかてめえは。私は末端の人間にすぎません。ですが私の組織は億単位、いやそれ以上の金を右から左にたやすく動かすことができます。あ？もしあなたが私を殺し組織を脅かす存在とみなされれば、あなたを消すために同じくらいの金が投じられる。なんだと？そうなった時あなたは何日生き延びられるでしょう？少しは頭をお使いなさい。もう逃げられないんですよ。私とこうして会った時点であなたは我々と手を握る以外の道はないんですよ。銃は下ろした方が賢明ですね。
羽村の頭。本当にそこまでの組織なのか。お前らは一体。我々自体は決して暴力的な組織じゃありませんが、金だけは湯水のように使えます。誰だあんたは。石松の上司で一ノ瀬と申します。今ここに私が顔を出したのは、あなたを信頼しようと腹を決めたからです。そしてこちらも命がけでことに当たっていると理解していただくためでもある。私は正野と言います。アドデック9という新薬の開発をしていて、それはこの国の未来、いや世界の未来に必要な新薬の開発。我々はすぐにでもそのアドデック9という夢の薬を完成させなければなりません。羽村さん、そのためにぜひあなた方の力をお借りしたい。一ノ瀬、厚生労働省の事務次官か。あいつも絡んでた。まあな、医療システム産業開発機構ってわかるか。ああ、創薬センターもその一部だが、厚労省の役人たちにとって欠かせない天下り先になってる。でそいつを20年くらい前に立ち上げた影の立役者が若き日の一ノ瀬だ。一ノ瀬はその手柄で事務次官にのし上がったんだ。つまり創薬センターは一ノ瀬の権力の源だ。それを守るためにもアドデック9を完成させる必要がある。その影で何人人を死なせてでもか。ああ、アドデック9の莫大な利権はな、一ノ瀬たちだけじゃねえ。もう多くの人間に配分まできっちり決まってんだ。今さら陰で何人死のうが止められるもんじゃねえ。結局俺が不甲斐なかったせいで羽村は泥沼にはまっちまったのかもな。なんや、ごっつめんどくさいことになってきたな。大丈夫なんか。人体実験に強霊界のヤクザを使ったのは何でだ。正野にそう指定されたからだ。正野からの指定。ああ、アドデック9は実験するたびに死人が出る可能性があった。それで何人も行方不明にしてたらどう隠したって騒ぎになる。だがヤクザ同士の抗争なら何人死んでもおかしかねえ。みんなそういうもんだって思うだけだ。かもな。それともう一つ、正野は罪のない人間に危険な実験はできないってよ。ヤクザなら殺したって構わないって。そもそも創薬センターを潰そうと動いていたのがゼネコンの梶平だ。でその手先になってる兵隊が強霊界。そいつら死なせたとこで胸は痛まねえとさ。俺がそう言ったわけじゃねえよ、正野が言ってたんだぜ。ええから頑張って喋れや。ネタなくなったら速攻お仕置きタイムやからな。これ以上何を喋れってんだ。いや、まだ聞きたいことある。なんだと。あんたはさっき
モグラの窓口しかやってないような口ぶりだったけど、実際はそうでもないよな。あんたも凶霊界への襲撃に積極的だったって証拠がある。それは こいつだよ。第三の犠牲者、久米敏郎が拉致されたアムール裏口の防犯カメラ。事件当時壊れてて機能してなかった。でそれがなんだよ。ん？いやちょっと待った。俺が見せたかったのはこれじゃなかった気がする。おい何しとるんや八神。いいか、あんたが凶霊界への襲撃に積極的だった証拠がある。それはこいつだよ。第二の犠牲者、国村康夫の検視鑑定書。今晩ワイフで楽しく過ごしたまではよかったが、その数時間後に目をえぐられた。そりゃ気の毒だがよ。そいつに目つけたのも、直接手下したのも全部モグラだ。だよな。おい何しとるんや八神。ん？いいか、こいつだよ。第一の犠牲者、真柴健吉の検視鑑定書。ああ俺は知らねえぞ。そいつに関しちゃ全部モグラに丸投げしてた。だよな。おい何しとるんや八神。ん？いいか、第三の犠牲者、久米敏郎の検視鑑定書。これによれば死因はアイスピック状の凶器で、眼球を貫いた傷が脳にまで達していたことにある。ああただそれはモグラの仕業だ。俺がやったんじゃねえ。だよな。おい何しとるんや八神。いいか、こいつだよ。久米が殺された夜、アムールから店長や松金組の組員が出てくとこなんだけど。でそれがなんだよ。ん？いやちょっと待った。俺が見せたかったのはこれじゃなかった気がする。おい何しとるんや八神。いいか、こいつだよ。覚えてるよな、これ。あんたが久米をさらった時の防犯カメラ映像。この時あんたが矢面に立ったのは何でだ。防犯カメラに顔までさらして、あんたらしくもない。答えてくれよ。あの時はモグラが凶霊界を二人立て続けにやったってタイミングだった。そうなると奴らも警戒が厳重になって、もう単独じゃ街を出歩かねえ。うん、そんな状況じゃモグラが一人で凶霊界の人間をかっさらうのはさすがに無理だ。だがモグラは俺以外の人間には絶対に顔を見せねえ。だから俺が手貸すしかなかった。あんたがアムールを出た後、モグラは裏口から組を連れ出してった。アドデックナインの実験台は車のトランクに押し込まれて正野のところへ運ばれる。創薬センターへか。いやセンターじゃねえ、違うとこだが、その場所を知ってるのはモグラだけだ。人体実験はそのどこか秘密の場所でやってるってことか。そんなとこだ。じゃあ死体から目がえぐられるのは何だ。さあな、それも俺は聞いてねえ。ヤクザ同士の抗争を演出したのか。
単にモグラの趣味かもな。ほな次は羽村に何を聞くんや。どんどん行こうやないか。次は新谷が殺された件だ。新谷は教令会のヤクザじゃない。なのにアドデック9の実験台にされたのか。それともあの人は他に殺される理由があった。あいつがやられたのは俺のせいだ。え？久米が死んだ事件で俺は裁判を受ける羽目になった。でもよ、やってもねえ殺しで無所行きなんて冗談じゃねえ。だから俺なりに保険をかける必要に迫られた。保険？裁判前、新谷と接見した時に俺はこう言ったんだ。もしこの先無罪の可能性がなくなるようだったら創薬センターの小野を調べろってな。それじゃああんたは一ノ瀬たちとの秘密を新谷に漏らしたわけか。別に一ノ瀬の名前までは出してねえ。小野の名前だけだ。だがまあ連中から見りゃそれも立派な裏切り行為だろうよ。だから俺は新谷にもきっちり口止めはしてた。いざって時の情報だとな。そんな大事な情報だと理解していて、なんで新谷は小野宛てに電話をかけた。さあな。だが勝手な想像ならできる。聞きてえか。ああ聞きたいね。新谷はよ、お前に負けたくなかったんじゃねえのか。え？あいつが俺を無罪にした時も実際に決め手の証拠をつかんできたのはお前だった。新谷はただそのおこぼれて名を挙げただけだ。周りの連中も口にはしないがみんな承知してたろ。おまけにお前はさらに奴より先を行こうとする。裁判では分からずじまいだった真犯人さえ探し始めた。それを新谷はどんな気持ちで見てたんだろうな。お前が華麗に真相を暴くのを期待してたか。俺にはそうは思えねえ。お前じゃモグラに届かねえよ。どうせヤクザ同士の抗争とでも思ってんだろう。でもな、モグラはそんなんじゃねえんだよ。お前より先に真実をつかむ。それができて初めて奴はお前に勝つことができる。じゃあ新谷は自分の手で事件を探ろうとして創薬センターに電話を。俺の勝手な想像だっつったろ。だがどんな理由にせよ結果は同じだ。新谷が小野に近づこうとしたことはすぐ一ノ瀬にも知れた。それで奴は俺が新谷に情報を漏らしたと気づいた。俺としちゃもう新谷には死んでもらうほかなかった。モグラには俺が自腹で金を払ったよ。身代わりの犯人には綾部を選んだ。俺たちはまず奴の銃を手に入れた。その銃を使って新谷に手を下したのはモグラだ。凶器になった銃には弾を補充し使った痕跡を消して綾部の懐に戻した。一方死体から見つかる弾にはその銃の洗浄痕がつくことになる。するとそこにあるのは綾部刑事の銃で新谷が撃たれたって紛れもねえ事実だ。結局綾部にはまともなアリバイもねえ。誰かに襲われて記憶がないってそんな説明
誰が信じる。まあな。でもモグラを捕まえてあんたが今の証言をすれば。なんだ、どうした。なんか焦げ臭いな。何松金組が俺を助けに来た。モグラも一緒かもな。おやさん、ここを出るぞ。立て、羽村。今すぐ俺を解放した方がいいですよ、親父。松金組は俺が引き上げさせますから。そうすりゃあんたらも助かる望みが。黙れ。厚労省がどうのって話が確かなら、お前も使い捨ての駒でしかねえぞ。連中にしてみりゃいくらでも替えが利くんだからな。そんなわけありませんよ。バカだねお前は。え？行こう。松金組や、下で火つけとるぞ。上等やろ。か、頭。ああ、村瀬、敵は何人や。頭。やってくれるやないか。おい、うちの組はいつからこんな武闘派になったんだ。ことは俺に任せろ。今度こそぶっ殺してやる。
やっと温まってきたよ。上がってこいや。ぶっからどうせ。なんだてめえは。なんで俺をかばうような真似。お前の話を聞いてて分かったんだよ。悪いのは俺だ。何が。俺が不甲斐ねえばっかりによ。お前は組守るために危ねえ橋を。俺だってそりゃうすうす分かってた。だが知らんふりしてずっとお前の稼ぎを当てにしてた。今さら文句言えた義理はねえよな。辛かったろう。本当にすまん。お親父、そんな。だからよ、これがせめてもの俺のけじめだ。親父にそんな責任なんか。
それが親ってもんだ。親父！親父さん！ダボもう俺はダメだ。早く逃げろ。何言ってんだ。行くぞ。カムロ署の黒岩だ。モグラの正体、黒岩がモグラだ。何？誰だ。お前、羽村の頭。なんでここに。寂しいもんだったな。え？親父の葬式だよ。本家のだだっ広い会場じゃ少ねえ弔問客が余計少なく見えた。俺も証拠くらい出たかったがよ、下手に見つかりゃ黒岩に消されちまう。なら今はなんでここに。ショーノの秘密ラボを突き止めたな、タボ。あそこは俺も知らされてなかった場所だ。お前を見くびってたよ。でも結局一ノ瀬たちに締め出されちまった。諦めが悪いのがお前の心情じゃなかったのか。お前に預けたいもんがある。何？俺のけじめだよ。けじめ？そいつは俺が持ってても何の意味もねえ。でも今のお前には必要かもな。そいつをお前に預ける。てめえでつけなきゃなんねえけじめを俺は親父に背負わせちまった。あの人は何にも悪くねえのによ。ここで俺が何もしなきゃあの世から親父が化けて出てくる。羽村、お前なら連中に勝てるかもしれねえ。親父の敵撃ってくれ。中にちょっとしたデータが入ってる。俺と一ノ瀬をつなぐ唯一の証拠だ。裁判長、今からその時私が受け取った証拠を提示します。
お聞きください。正野のことを漏らしたのはあなたですね。新谷という弁護士にです。彼から創薬センターに電話がかかってきた。いや、まあ確かにそうだわよ。でも新谷は大丈夫だ。俺が一言言いや黙る。何をのんきな。承知できません。これは大至急片付けるべき案件です。羽村さん、そちらで手を打っていただく。またすぐに黒岩さんに頼んでください。報酬はまた1億で。今回はあなたの不始末ですよ。これ以上私を怒らせないでください。黒岩というのはカムロ署の刑事です。しかしその裏の顔はモグラと言われる殺し屋だと思われます。あんたは羽村を通じてその黒岩に新谷殺害を命じた。ふん。電話であんな話をするなんてね。あんたほどの人がよほど慌ててたらしい。そんな音声データいくらでも捏造できる。事実無根だ。証拠としては不十分だと。そうだ。ですがこれをはっきり裏付ける証人がいたとしたら、連れてくればいい。では呼びましょう。驚きました？証人、この録音の会話は？一人は俺だ。もう一人はそこにいる一ノ瀬。間違いねえ。静粛に。君、森田検事生はどこだ？このことを承知してるのか？検事生はこの事件の指揮を取っているつもりですけど、実は蚊帳の外です。何？これから私たちは検事生を告発します。罪状は特別公務員職権乱用罪。俺の次は木戸も証言するぜ。はあ？あの先生は勝つ側にしかつかねえ。そんな木戸にあんたは見限られたってわけだ。一ノ瀬さん、あんたも厳しい世界で上り詰めた男だ。往生際は潔くな。